生業界のこれからですね、もっと身近に使っていただきたいなという形でコンセプトを立てまして、しっかりとお客様個人個人に合ったですねプランを提供していきたいなというのがあります。人生にメンズ脱毛、こんにちは、田社長です。おはようございます。これからですね、札幌の脱毛サロンに伺いたいと思います。今の時刻はですね、朝の5時半です。これから札幌行って、本編この後すぐ始まりますの で動画の後半で僕のこの今回の旅の道中、またいろいろ形式で上げていきますので、興味ある方はぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速本編どうぞ。ネイルもできて、脱毛もできて、装飾もできる。
まあ、女性がね、大事にしている部分はほとんど全部、叶えられるということで、本当にいろんな年齢の方で、男女問わず通いやすい感じかなと思うので、今お店の中なんですけど、すごくおしゃれな内容でですね、ここ以外にも3部屋、ありまして、男性の専用ルームとか女性専用ルームもありまして、もう全部ね内装が違うんですよ。まあ、すごくおしゃれだなと思いまして、中も広々してて、過ごしやすそうな店内なので、10代の方から、年配の方まで非常に熱気やすいお店になっていると思うの でぜひそちらの概要欄のリンクに書かれますのでご覧いただければと思います。続きまして、皆さん多分気にされていると思うんですけど、支払い方法とか、プライスをお伺いしたんですけど、まず支払い方法は何の種類でございますか？支払い方法は都度払い、完払い、あとはサブスクです。こちらもやります。素晴らしいですね。都度払いがあるという時点でね、安心かなと思います。まあ、クレジットの時代なのでクレジット払いってすごくいいかなと思います。今サブスクがめちゃめちゃ人気なので、最初からおっしゃっている通いやすさというところではサブスクすごいいいんじゃないかなと思います。あとは現金払いとかも大丈夫ですか？はい、はい、ってことなので、安心していただければと思います。でプライスなんですけど、まあ、今回ちょっと脱毛をご紹介になりますので、男性のヒゲ、女性の全身、ちょっと料金聞いても大丈夫ですか？はい、男性のヒゲは全体で6000円前後で安い。ありがとうございます。まあ、この撮影シーンがまだオープン前でして、すごいお忙しい中で今回撮影ご協力いただいてるんですけども、ヒゲ脱毛6000円っていうのは多分札幌で類を見ないぐらい安いと思います。女性の全身だとどれぐらいですか？女性の全身脱毛は1万円台で、抑えてですね、いきたいなと思っております。めちゃめちゃ安いですね。やっぱりこう大手さんだと、まあ、その倍、3倍、4倍ぐらいかかることもありますので、まあ、非常にコスパがね、良さそうかなと思います。はい、で一応今回撮影させてもらっているのは2021年11月なんですけど、オープンが翌月12月を予定してまして、各棟もね変動あるかと思いますけども、メンバーさん、ぜひこちらご覧いただければと思います。多分新規のね特別なクーポンとかもご用意いただけると思いますので、まずやっぱりこうねちょっと行ってみようかなって迷っている方は、そちらの新規のお得なクーポンで1回来ていただいて良さを知っていただければと思います。続きましてですね、お店の売りをお伺いしたいと思います。先ほど、まあ、カズ社長もおっしゃっていただいたんですけども、やはりここに来ていただいて、売れてとは言いませんけども、脱毛ができて、配布ができて、ネイルができて、あとはその他にも例えばスパだとか付随したサービスも、どんどん増やしていきますので、完結して、過ごしていけるのかなというサロンを目指しています。はい、ありがとうございます。ワンストップで住むやっぱトータルサロンを目指しているということで、まあ、やっぱりネイルってやっぱりこう、ね、女性が一番テンション上がるものですし、配布はもう本当に今都心部でもすごく話題で、女性には注、ね、視されている、メニューだと思うんですけど、男性も大丈夫なんですか？配布は男性も大丈夫。男性も大丈夫ということで、僕も一応送信系は自分サロンでやったりとかするので、男性もぜひねお仲間に気になる方とかはぜひ配布挑戦していただければと思いますし、脱毛ですね、やっぱりね、まあ、セルフも購入しているということで、まあ、幅広い方々にしやすいんじゃないかなと思います。で、これからやっぱりいろんなね、メニューを増やしていようっていうことなんで、まあ、その辺もちょっと期待してい、きたいかなと思います。更新と脱毛ぐらいは、一緒にやってるとかありますけど、それにネイルが加わったりとかね、これからさらに増えていくっていう可能性があるので、もうすごい楽しみな、サロンかなと思います。部屋も合計4部屋はありますので、はい、本当にいろいろ、これから楽しみかなと思います。続きまして、ネクステを購入していただいたんですけども、はい、選んでいただいた理由をお伺いしてもよろしいでしょうか？実際僕もこのネクステにたどり着くまでには10以上の機械を結構調べまして、実際にメーカーさんの人が来ていただいたりとか、いろいろお手話で話したりとか調べたんですけど、まず高い、じゃあ高さの裏には何があるかなというのをちょっと考えて調べてみたんですけど、テックがそれほどでもないのに高かったりとか、ということをいろいろ考えていくと、加藤社長オリジナル脱毛器が出ますよというちょうどタイミングだったので、問い合わせをして、テックもいいですし、価格もリーズナブルですし、ランニングコストそこもかなり抑えられてるなというのが決め手にはなってますね。はい、ありがとうございます。僕がネクステを販売するよってなったら、初期の頃からお問い合わせいただいてまして、もう本当に今回、オープンということで、本当に自分のことのように僕も嬉しいんですけど、今回選んでいただいた理由で、コストパフォーマンス、やっぱ本来価格と維持費っていう部分なんですけど、まあ、やっぱり今、こうやって僕が直接札幌に来て動画を撮影させてもらって、広告をさせてもらっているので、一切僕はやっぱ広告料とかをかけてない。これがやっぱり他社さんとの違いで、やっぱり有名なマシン系のモデルさんとか、芸能人さんとかを使っているので、その分やっぱりマシンに広告費が、
乗ってるイメージが一番分かりやすいと思うんですけど、それがやっぱない分マシンの適正価格でやっぱ提供できるっていうのが、エクステの強み。ワンショットやっぱ 0.1 円っていうのは僕もめちゃめちゃこだわりでして、やっぱり僕も、夏本さんの最初始めた時に実は違う機械を使ってて、ワンショット 0.4 円の機械だったんですけど、4倍も違うと。4倍も違うってことは、全身脱毛3000ショットすると、まあ大体 0.1 円で300円ですから。それから4倍違うと1200円になってくる。それがやっぱ1日10人、1ヶ月100人、1年で1000人とかやると、まあ、とんでもないことになるということで、やっぱ経営者の方ですので、やっぱその辺の価格の背景を見て選んでいただいたということなので、まあ、すごくね、嬉しいかなと思います。やっぱり価格を見て、なんか高いからいいんじゃないかと、安易に決める方も多いんですけど、価格の裏には何があるかっていうところを、見ていただけると非常にいいんじゃないかなと思うので、まあ、すごく本当にありがとうございます。今後の展望を、なんかもし、オープンする前ですけど、さらに考えていることがあれば教えていただけると思います。今後はですね、まあ、まずここをベースとして、しっかりとまだまだ僕も未熟な部分もありますので、しっかりと学びながら、スタッフの教育しながら、お客様に評価をいただきながらですね、今はこの立地のいい場所ですけども、まあ、札幌もいろいろな拠点となる駅がありますので、そういうところに少し店舗を構えていきたいなというのは将来的には。はい、あります。素敵ですね。夏も含め、さっきおっしゃったヘッドスパとか、はい、その時々でやっぱ事例の流れってあると思うんですけど、まあ、そういうのにこうチャレンジしていきたいということで、富さんのお店に来れば、いろんな店舗で、まあ、全てが叶えられるような、ね、展開がこうすごくイメージしやすいかなと思うので、ここだけでもね、3つできるんですけど、これからもさらに増えていくことを楽しみにしていきたいと思います。で、いよいよ最後のちょっと質問というか、お店の PR ですね、頂戴できればと思います。お店作りとしてユーザー様すべて個室でご案内しておりますし、個室でも男性用、女性用、セルフ用と3部屋で分かれております。でセルフ用に至ってはですね、サブスクですとか、そういった形も持っておりますし、通常コースもサブスクでできるようになってますし、まあ、通いやすさ、利用のしやすさというのを今後もずっと追求しながら進化していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。もうなんかいいお言葉でしたね。進化していくというね、やっぱり僕も一緒にね、進化していける、僕もこれで最後になって、まあ、富さんとこれからのやり取りをさせていただきながら、できる限りのお手伝いをしながらね、多分より良くなるようなお手伝いのちょっと魅力ながらやっていきたいなと思ってますので、まあ、僕もサポートさせていただきますし、富さん自身もね、スタッフ思いでお店の思いの方なので、個室がこう間仕切られてるっていうだけで僕は本当にすごいなと思っていて、大手さんとかもそうですけど、やっぱカーテンシャーってやっぱりこうやってるところも、あるぐらいの中、つけると内装から、間仕切りをちゃんと作って人に対しては行わってデザインをつけていくっていう、それだけで素晴らしいことなんだなと思うので、まあ、本当に、来ていただける方満足していただけるような内容になっていると思いますので、マシンも、間違いなく結果が出るマシンを使っていただいてて、おしゃれな内装で安心してね、個室施術も受けられてて、大手さんにもね、対応やすい金額、対応やすい予約状況でできますので、札幌の方、皆さん一度ホットペッパーからお予約いただきまして、ご来店いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた、ありがとうございました。ということで今新千歳空港に到着しました。めちゃめちゃやっぱ寒いっすね。もう息が白くなるぐらい。これから空港から、札幌の方に移動したいと思います。はい、今すすきのに到着しました。これからサロンにね伺いたいと思います。ちょっと雪が見えないと思うんですけど、晴れてるんですけど、ね、ちょっと雪がパラパラ降ってて、めちゃめちゃ寒いんですけど行ってきたいと思います。はい、今撮影が終わりましてランチに来ました。これからちょっとお昼を食べてちょっとミーティングをします。札幌のなんか有名なお寿司屋さんを予約してあるんで楽しみです。すごい店舗もね、いいお店で、まあいいオーナー様でいいスタッフさんで、動画には出てないんですけどスタッフさんともお話をさせてもらって、まあ、すごく
僕自身もね勉強になりますし、お店もすごくねおしゃれな感じだったので楽しみですね。オープンがこの動画アップされてる時はもうオープンされてると思うんです。ぜひ動画の概要欄から、お店見てみてください。札幌の人はぜひ行ってください。富士さんとお食事させてもらってありがとうございました。ありがとうございます。貴重なお時間をありがとうございます。ます皆さんぜひ最後までよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということで今電車に乗ってですね新千歳空港まで戻ってきました。今日はね夕食を札幌のトミーさんと一緒にご一緒させていただきまして、おこがましくね今日もお食事ご馳走になってしまいました。本当にありがとうございました。今日ほどね一日あっという間に感じたことはないと思うぐらいもあっという間で、もう今7時過ぎなんですけど、出発してからね12時間以上が経つということで、まあ、あとはちょっと空港で手続きしてもう飛行機乗って帰るだけなんですけど、最後まで、ね、お付き合いいただければと思います。本当に温かいオーナー様で、やっぱサロンもおしゃれで綺麗な感じで、スタッフの方もね親切そうな方だったので、ぜひ札幌の方は脱毛しに行ってみてください。はい、よろしくお願いします。今飛行機降りて羽田に到着しました。ここからね家に帰ります。今がねもう11時前ぐらいなんですけど、これから自宅に帰ります。あと少し。はい、ということで今帰ってきました。現在の時刻がですね11時40分です。朝ね5時40分に出たんで1日ね充実しました。これでこの Vlog おしまいになるんですけども、まあ、これからもねわらわら全国あちこち素晴らしい脱毛サロンを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は札幌の、脱毛サロンを、紹介させていただきました。ぜひ札幌の方はね一度、ご来店いただければと思います。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。はい、ということでご視聴ありがとうございました。この度、カズ社長公式 LINE アットが完成しました。簡単なアンケートに答えていただくと、お得なクーポンや LINE 限定コンテンツを受け取ることができます。メンズ脱毛に興味のある方、これからメンズ脱毛サロンを開業しようと思っている方、概要欄に貼ってありますので、ぜひ受け取ってみてください。